セオドア・ローザックは、アメリカ合衆国の歴史学者、カリフォルニア州立大学イースト米校の歴史学名誉教授、小説家。1968年の論文、対抗文化の思想、若者は何を作り出すかにおいてよく知られる。カリフォルニア大学ロサンゼルス校で学士号を取得し、プリンストン大学で歴史学の博士号を取得した。イースト米校に移るまで、 スタンフォード大学、ブリティッシュコロンビア大学、サンフランシスコ州立大学で教弁をとっていた。1968年、1960年代のヨーロッパと北、アメリカにおけるカウンターカルチャーに対する考察を記した論文、対抗文化の思想、若者は何を作り出すかによって一躍脚光を浴びる。妻ベキと共にアンソロジーマスキュラン、フェミニン、エッセイズオンセクシュアル。 ミソロジーザ・リベレーション・オブ・ウィメンも出版している。ノンフィクション以外に、小説家としても活動しており、フリッカー、あるいは、映画のマヤ、1995年、ジェームズ・ティプトリー・ジュニア賞を受賞した、ザ・メモアーズ・オブ・エリザベス・フランケンスタインなどの作品がある。プリンストン・ロンナイン・ウィークリー。プリンストン大学。2008年5月11日閲覧。スタンフォード・ヒューマナティス・ラボ。 プリンストン大学2007年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年5月11日閲覧コンピューティングカウンターカルチャースタンフォード大学2008年5月11日閲覧ありがとうございます